はい。ドミノピザ言うてるけど、ドミノピザ頼んだん？ダメです。いやいや、あかんってか、まずピザ自体あんま太るっていうのもあるしな。うん、うん、そういうことよ。うん、でも今日やつもおるから。いや、やつってなんかみんなでピザパーティーしようかなと思って。なんで今ドミノピザなんやろな。どういうこと？ピザハットとかあったやろ。近いからドミノピザ。ピザーラもあるで、近く。うち一番近いのドミノピザ。いや、そんなことないですよ。ちょっと取ってきて、置き配にしてるから。あ、置き配にしたんやな。うん、で壊した家やな。いやいや、早く。はい。いや、置き配や言うね。はいって言ってるけど。あ、そうか。あ、どうもこんにちは、タジョンです。お願いします。お願いします。はいはい。一人でここで交換じゃん。なんやねんこれ、コーラマジ。うわー、いるこのデカコーラ、これなんなんこれ。どんな注文の仕方すんの。私コーラ飲めないから。いいよ、食べていいですよ。あ、いや、でも今日あれや、バレンタインやから家でご飯食べなきゃ。日や。そうっすね。そうっすねとか言わんねえわ。そんなことないですよ、相場は。恥ずかしいもなんか言ってんじゃうぞ。違う、言うといてくれないと、そのピザ頼むって。俺もファミマでファミチキン2個食べてきたっすもん、今。いやいや、俺も聞いてへんから、言うといてくれないとって言われても。勘弁してくださいよ、ほんと。いや、こっちのセーフィーは勘弁せえよ。なんで怒られなあかんねん、私が。いや、まあまあ怒るというか、別にドミノピザじゃなくてよくない。いいですやん、別に。鼻ほじんな、おい。つけたらあかんやろ、ドミノピザで一番。やったらあかんねん。知っとるやろ。どういうこと。どういうことじゃないやろ、分かってて頼んどるやないか。食べる。早く食べな。じゃあ、レッツゴー。レッツゴー。はい、ということでね、3人でピザ食べよう。ゆるいな。なんてなんかハモってこようとしてたけど、俺のゆるいなにハモってこようとしてたけど。ちょっとパンの粉ついてるわ、嫌やわ。部屋汚れる。炎上するで、こんなパンつけとったら。そこじゃないよ、炎上するとしたらね。どういうこと。うん、どういうことじゃないや、分かってる。はい、じゃあ、うわー、うまそうやな。マヨジャガとチキテリです。チキテリなんや。で、ポテト。ちょっとパン粉落ちるって。落ちてるやん、パン粉。ほら、いや、そういう炎上するってば。ちゃうねん、炎上するとこはそこじゃないねん。もう部屋にパン粉落ちましたってクレーム言う。はい、アスパラベーコンですかね。アスパラベーコンね。うん、はい、食べましょう。もう来る前に食べたのに。仕事です、これは。うん、そんなんあって俺らと何かするってなったら、なんか食いますやん。普通に考えたら食いますやん。確かに、うん、8割食ってる。普通に考えたら食いますやんって言ってるけど、俺これ頼まれたら知らんかったけどね、俺も。それではドミノピザに乾杯。せっかくや、いただくわ。うん、どうぞ、うん、ウルトラクリスピーなんで、お腹にそんなたまらないですよ。そうやんな、俺思っててなんか薄ないと思っててん。うん、こういうもんなんや。へぇ、食べてください。なんかオプションみたいな感じなん、これ。いただきます。聞いてる？質問してるって、これ今。こういうなんかそのウルトラクリスピーって言ってたけど、ないやん、耳みたいなんだ。うん、ドミノピザの案件じゃないから教えません。応援してあげたらいいんちゃう、こういう時こそ。どういうこと。いや、どういうこと、分かってて頼んでるやろが言うてんねん、ずっと。おいしい。白子いのをずっと。うん、久々に食べると美味しいですね。パイ生地みたいやね。うん、ウルトラクリスピーって言ったらこれが来るってことだね。うん、え、普通のやつもあるってことですか。普通の生地のやつもあるってことですか。前前、すいません、普通のやつがあるからこそこれを質問してるんやろか、分かるやろ、それぐらい。まあ、ね、考えとんねん。おいおい、守れ守れ守れ。昨日も一緒にご飯食べるかってなったのにね、大堀、うん、さんとお子さんと4人で、うん、嫁がせいろ蒸し作ってるんで、いやすいませんって言って。いや、映画の嫁がせいろ蒸しは別に映画な。嫁は映画な。んで今日もバレンタインデーで、すいません。まあええやん、そういう人生やから。人の人生は何とよく言うたらあかんって言うて、仕事の付き合いやから。突然、仲良しじゃないから、やっぱ、そこは。仕事やから。めちゃめちゃ寂しいことする。いやいや。めちゃめちゃ寂しい。うちは誘ってんのに、うん、断るのはあなたじゃないですか。うんうん、もうちょいグッて誘ってほしい。ね、めっちゃ誘ってるわ、グッと。まあまあ、グッと言うてるわ、それに関して言うならば。事前に、来週この日、みんなでご飯どうですか。そんなん無理や。そんなん無理やね。そんなん面白くない。今日行くか行かんか。そうそう、いつも急なんですよ、ほんとに。いや、やって、なんか飲みに行くとか、飯食うとかって、急やから楽しいんで。うん。事前に決まってると、なんかその嫌になってくる。うん。なあ、逆に。そう。あるあるじゃないですか。それで行かへんことはないけど、それで行かへんのがこの子やけど、でも気持ちはわからんでもない。なんか、事前に約束しとったら、それまでがめんどくさなってまうんじゃん。それのために用意しなあかんみたいなのが。うん。だから今行こうってなって行くのがいいんですよね。うん。そうやな。気持ちはわかるってだけで、それやらんけどな、俺はな。うわ、これおいしい。ヒカルは、キャリアの社員なんですけど、うん、嫌いなクリエイターランキング3位、じゃあ、どうぞ。あ、パン決まってるやん。
あかん決まってるよ、入ったばっかりやんか、まだ言うて1年経ってんねんで、ダメ、うん、あかん決まってるよ。3位、2位、1位、全部 B やないか、ダメ、全部 B、 全部 B やろ、やめろ、すいません、すいませんって、もう P 前提で喋るのやめろか。最近多いわ。視聴者に優しくないですよ、それ。じゃあ P じゃないやついきましょうか。なんか言われへん言うてんねん。ちゃうって、違う話題、ね、ああ、そういうことね、びっくりしましたよ、やめてください。過去の女で良かったランキング3位どうぞ。いや、だから言われへん。なんで？でも結婚されてるでしょうから。私結婚しないって。いや、過去の女でって、過去の女ちゃうやん、今の女でもないわ。絶対言うと思った、先回りして思った、打ち合わせしてるんかぐらい早かったやろ俺今。今の女じゃないのっす。いや違うよ、今の女じゃないよ、うん、相方やで、どう考えても。みんな彼氏で紹介しといて。気持ち悪、乗りきつ、どんどん乗りきつくなっていくやん、それ。だからヒカル付き合ってるんですかって東京の社員に聞かれて若干とか言うことか。確かに、うん、そうっす、携帯なったらごめんなさい。ピザとか食うんすかよ。全然食べないし。めちゃくちゃ久々ってことですか。うん、なんやったらピザあんま好きじゃない。あ、僕も。そんだけめちゃめちゃ言ってるっすけど。僕的には早くこう、後に控えてる仕事に、まあそのために来てるから、そのために来てるから、で、移りたいで、うん、早く今これなくそうと思って頑張って食べてます。ええねん、そのアンミカ反応せんで、もうええからもう。何回もこすってるから俺ら、ガチで珍しいから分かるけど、俺普通めくるやろ、うん、いや、めくるやろじゃないね、普通そんなおかんやろやねん、アンミカの日めくりカレンダーなんか。テレビで見て面白い人やねん、それ。毎日そのなんか自分の日めくりでなんか、アンミカさんやって思いたくないねん、別に。でもアンミカさん最近嫌われてるんですよ。ああ、でもなんかあったね、なんかどん兵衛の CM 打ち切りになったりとか、スシローペロペロ事件とか。いや、じゃあスシローペロペロ事件関係ないよ。なんかスシローペロペロ事件って言うんやったらこれ知ってるやろ絶対。無理じゃないねん。スシローペロペロしてます。スシローペロペロしてます。うん、あ、これほんまに知らない人。え、なんかあったんですか。あ、ほんまに知らんやつおるやん、怖っ。うちら知らんから。いや、違う、じゃあなんでドミノピザ頼んだでなるから。家違うから。いや、違うやん。ヒカルもせっかく来るから、うん、おもてなしですやん。今日撮影日バレンタインやで。絶対嫁さんと会うと分かってんのよ。まあせえへんやん、どうしても。どうしてもしたかったんやろ。これか、今、ドミノピザ食べてみたっていうサムネでやりたいんやろ。もう見えんねん、あなたの考え、それ。正しいな、でもドミノピザを応援したいってことですよね。いや、だから案件じゃなくてそんなないって。いや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 、もうまあまあええわ、もうめんどくさいやもう。うん、食べよう。では、ゆっくり食べていきます。ごめんなさい。ごめんなさい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。大丈夫ですか。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでしたね。美味しかったですね。美味しかったです。いや、本当にね、ドミノピザ頑張ってほしいなと思います。やめましょうね、今深夜2時でも、ね、鼻でもつけてやろうかな。ちょ、やめろやめろ。怖いもうすごいな。すごい言うやん。何が。いや、普通にね、ピザは美味しいですから。うん。まあでもね、こうやって SNS がね、これ普及してきてね、こうやって表に出ることっていうのが多くなってきて、もしかしたら昔の方がひどかったんじゃないかっていうね。うん。こともありますよ。子さんもやってたもん。やってへんわ。やっててもやってないって言うわ。すいません。ゲップすなよ。コーラ飲んでへんやろ。コーラ飲んでるやつはわかるけど、なんだコーラ飲んでへんやな。すいません。まあこんな感じが顔見るやな。うん。うん。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。仲直りしました。仲直りとかじゃないんだから、それを。同じ。まあまあいいわ。